日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらセブンイレブンのパンとスイーツ4種類を食べたいと思います。まずこちらが未来ベビーツナマヨネーズローズ卵サンド2種のチーズボール、みたらし団子パフェ、どれも美味しそうです。ではまずこの未来のベリーと言われるツナマヨネーズロールから食べて、未来ベリー、どうやら植物代替商品ツナフレーク中に青い非エンドウ豆加工品を一部使用していますと書かれています。ちょっと見えづらいかもしれません。ではその一部使用されているツナマヨネーズロールは美味しいのかな。じゃあ食べてみればわかりますね。ではいただきます。未来デリという割にはそこまで未来を感じる味でもないような、まあこんなもんなのかなーっていう気がしますね。だけど食べてみるとシンプルに美味しくありますね。ただとはそればっかりの話もあれか。次に食べた卵サンドはサンドイッチとはまた違う美味しさがあるしと思ったら意外な伏兵、甘じわーな味わいが広がってきた。でパフェというにはちょっと地味なコンビニ商品だけど、かっこ失礼、やっぱり食べると美味しいなーって思いますね。甘じょっぱさがいい。詳細はこの後すぐ。ごちそうさまでした。最初に食べた未来デリツナマヨネーズロールは結構マヨネーズがの味が強くて、ツナの味はそもそもあまり感じなかったですね。良くも悪くも未来デリと書かれていますが、特別かなと思う部分もなければ、美味しいと思う部分もなくて、かもなく不可もないという印象ですね。で次に食べたその卵サラダは、卵とマヨネーズのコクがふんわりとしたパンとよく合っていました。なんか卵サンドはよく見ますけど、あ、卵サンドって書いてる、いわゆるサンドイッチのサンドとはもうよく見ますけど、それとはまたパンの食感が違うと、また変わった一面が楽しめて美味しかったです。でこちらの2種のチーズボールは、2種ってどういうことなんだろうって思うぐらいチーズの味は一緒だったんですけど、外にまぶされているハニーバターとのまろやかでコクのある甘さが口の中にふわーっと広がってきて美味しかったです。ただ本当に2種の意味はどうなんだろうなという部分がちょっとあるのが不思議なんです。最後に食べたみたらし団子パフェは、みたらし団子タレの甘じょっぱさが団子だけでなくアイスとも非常によく合っていました。上のバニきなこホイップアイス、いやきなこホイップなのかどうかわからない、きなこかけのアイスと下のバニラアイス、どちらもとも相性が良くて、甘じょっぱさという味の奥深さを教えてくれるパフェでしたね。ですが自分はこちらのハニーバターチーズボールのジュワーっと広がってくる甘さとコクが一番好みだったので、代表として5点とさせていただきます。はい、それでは雷に変死来るかな夜明けまで、上層部が怒ってるのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録コメント高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。